日本のあるラーメン店が海外旅行者からの新型コロナウイルス感染を防ぐためにジャパニーズオンリー日本人のみ入店可能の看板を掲げて営業しています。この対応についてある海外の動画配信者が日本人の意見を聞いて回った動画が海外で話題になっています。動画の内容はこのラーメン店の外国人お断りの対応についてどう思うか、この対応は差別だと思うかという2つの質問を日本人に尋ねるというものです。それぞれの意見が自分たちの身の安全だけ考えるのではなく、従業員と客の安全を考えなければいけない店主の立場や日本の観光を楽しみにしている観光客の立場となって考えられた思慮深い意見となっています。結論は様々ですが、どの意見も頷けるものとなっています。そんな日本人の意見に対する海外の方の反応を見てみましょう。海外の反応。日本人は良い価値観と合理性を持ってると思うわ。帽子の人の常識が素晴らしい。ウイルスは差別しない。客を入れつつもウイルスを広めるリスクを回避したいなら中国語で書くのがいいと思う。女性よりも男性の方が理解があって同情してるのが面白いね。女性が母親だったり、これから母親になることを考えれば、警戒するでしょう。考えは理解できるよ。中国人以外の外国人より、日本人感染者の方が、はるかに多いだろうことを考えると、興味深い。日本に来る外国人の大半が中国人だからね。オーナーの勝手でしょう。彼のお店なんだから、彼がルールを決められるよ。要するに、仕方がない。私の感想。おそらくインタビューは厳選した意見をピックアップしたのだと思いますが、どの意見も短絡的に賛成反対という立場ではなく、店主や海外観光客、世界的な状況、自分が逆の立場だったらなどと自分自身をメタ認知していろんな立場に置き換えて考え、中間的な意見を述べているのが素晴らしいと感じました。改めて日本人の思いやりの精神、白深さの根源を感じました。